2012年、クロアチアにて、ブレイズベイリーは、イギリスのヘビメタルアーティスト、イギリスのヘビメタルバンド、アイアンメイデンの元メンバーとして知られる。イギリスバーミンガム出身。ウルフズベイエンを経て1994年に、ブルース・ディッキンソンの後任として、アイアンメイデンに加入、翌1995年の X ファクターでデビューしたが、ブルースとの性質や、 ボーカルスタイルの違い、X ファクターはプログレッシブロック的要素の濃い楽曲が多かったことから楽曲との相性の悪さゆえにファンから不評だった。1998年のバーチャルイレブンも評価はかんばしくなく、その影響でライブ規模も縮小。翌1999年ブルースの復帰に伴い脱退。メイデン脱退後2000年に自身のバンド、 ブレイズを結成、ファーストアルバム、シリコンメサイアをリリース。それ以降は、自身のずぶとい声と、ワイルドな歌唱を活かし、新たなファンを獲得、現在も、精力的に、ライブ活動をこなしている。また、ヘビメタル及びメーデンの再人気により、黒歴史扱いだった、ブレイズ時代のアルバムも、再評価され、ブレイズ個人のライブでも名電在籍時の、 代表曲なども披露されているほか、メイデンもライブツアーで、ブレイズ時代の代表曲を披露する機会も増えている。ブレイズ名義、ブレイズベイリー名義アイアンメイデン在籍辞名、アーティクル、アイアンメイデンディスコグラフィ、ありがとうございます。